さんの省庁から来ていただいております。今日1時半からずっと集会をやっておりまして、皆さんお疲れのところありがとうございます。3時半からは政府交渉ということで始めさせていただきます。今日10月11日当初より予定の集会です。この日の午前中に閣議決定されるとは夢思っておりませんでした。大変タイミングがいいのか悪いのか、この集会、これからの政府交渉がどのような展開になるのかちょっと分かりませんけれども、ぜひ私たちの思いを届けていきたいと思います。私は司会を担当させていただきます。子ども被災者支援法推進自治体議員連盟の共同代表の大野博美です。よろしくお願いいたします。それではまずですね、今日出席していただきました、本当にお忙しいところありがとうございます。各省庁の皆様、向こうの端から申し訳ございませんが、マイクありますでしょうか。ご自分の名前と、所管の、どこの誰というのを簡単によろしくお願いいたします。内閣府防災の、専門官をしております熊野と申します。災害救助法を所管しております。よろしくお願いいたします。はい、同じく内閣府防災法ですね、内閣救助法と担当しております北川と申します。よろしくお願いします。文部科学省官房政策課の野口と申します。文部科学省青少年課の小野と申します。自然体験活動を担当しております。よろしくお願いします。文部科学省学校健康教育課の関口と申します。どうぞよろしくお願いします。国土交通省公共交通政策部の早船と申します。公共交通機関の担当しております。復興庁で子ども被災支援法の方針を担当します、阿部と申します。よろしくお願いします。厚生労働省保育課の岩瀬と申します。保育省の担当しております。よろしくお願いします。厚生労働省雇用均等児童家庭局の児童相談係の小沢と申します。児童相談所関係を所管しています。よろしくお願いします。厚生労働省食品安全部の塩川と申します。その名の通りですが食品の安全について所管しております。どうぞよろしくお願いします。厚生労働省食品安全部基準審査課の岩岡と申します。よろしくお願いいたします。精神障害保険課の方々と申します。所管は被災者の心のケア関係を担当させていただきます。厚生労働省精神障害保険課の中村と申します。所管は被災者の心のケア関係を担当しております。厚生労働省職業安定局の上村と申します。雇用政策の方を担当しております。よろしくお願いします。国土交通省道路局の藤丸と申します。本日はよろしくお願いいたします。環境省環境保健部の山西と申します。放射線の健康管理に係る仕事をしております。よろしくお願いします。環境省水体環境局の勝田と申します。除染を担当しております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。支援法に関わる各部署、復興庁、もう一人ごめん、厚生労働省健康局がん対策健康増進課保健指導室の滝田と申します。今回の課題では心のケアの課題です。厚生労働省老健局の和田と申します。どうぞよろしくお願いします。地域支え体制づくり事業を担当しております。はい、多岐にわたる復興庁、内閣府、文科省、国交省、厚労省、環境省の、ところから来ていただきました。今日はよろしくお願い申し上げます。
それでは、まずですね、私たちは先ほど終わりました集会で、満場一致で決議をした決議文というのがあるんですけれども、それをですね、共同代表の佐藤和義から、差し上げというんですか、手渡したいと思いますので、終わり。入ってはいるんですよ、近づいてないだけで。はい、先ほど の集会で、決議された決議文を読み上げて、お渡ししたいと思います。2013年10月11日、内閣総理大臣安倍晋三の大大臣根本匠の、原発事故子ども被災者支援法基本方針の拙速な閣議決定に抗議し、被災者の意見を反映した法に基づく被災者支援を求める決議、8月30日復興庁は東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律の被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針案を公表したが、法の施行から基本方針案の策定まで1年以上放置してきたものである。この基本方針案には多くの被災当事者支援者が、支援対象地域は空間線量を年1ミリシーベルトを基準とし、また福島県全域を各地で公聴会の実施をと声を上げ、全国から4900件を超えるパブリックコメントや自治体からの意見が数多く寄せられたにもかかわらず、政府は被災当事者並びに国民の声を無視し、パブリックコメントへの回答も示さないまま、基本方針案の微細な修正によってあまりにも拙速に本日閣議決定が強行された。これは法の第5条3項第14条で被災者の意見の反映を定めた支援法の規定から逸脱するものであり、被災当事者をはじめ国民軽視も甚だしく到底容認できるものではない。福島原発事故は依然収束の見通しさえ立たず、今なお15万人余がふるさとを追われ、全国で避難生活を強いられている被災者は一刻も早い法の理念に基づく具体的施策の実現を望んできた。政府は改めて全国各地で公聴会を開催して、福島県内をはじめ全国の避難者、さらに汚染状況重点調査地域の指定地域の住民など、より多くの被災者から直接意見聴取を行うべきである。この集会参加者一同は拙速な閣議決定に抗議し、健康被害を未然に防止する観点から放射線量の低減及び健康管理に万全を期するとの法の基本理念に基づき、支援対象地域は年間1ミリシーベルト以上となる全地域及び福島県の全域各地で公聴会を実施し、常設の被災者等協議会を設置など、被災当事者をはじめ国民意見を反映させた基本方針の見直しと具体的施策の実現を求めるものである。以上決議する。福島原発事故子ども被災者支援法の基本方針案の撤回、法の理念に基づく施策を求める院内集会参加者一同であります。よろしく安倍総理と根本大臣にお伝えしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。続きまして、皆様に、この表紙がついた、資料を最初にお渡ししていると思いますが、表紙をめくっていただきますと、
私たち自治体議連が提出いたしました9月19日に提出いたしました意見書が載っております。これに対しての回答をこれから求めていきたいと思います。これは文書による回答を求めてはいたんですが、今日は用意なさっていらっしゃいますか？文書はないですが、残念ですが、じゃあ、では一つ一つ読み上げて回答を求めていきたいと思います。本来なら文書でというふうに求めておりましたので大変残念ですけれども、口頭でよろしくお願いいたします。まずですね、2ページの1番ですね、支援対象地域についてちょっと読み上げていきます。括弧1、支援対象地域は福島県内の33市町村のみでなく、年間追加被爆線量が国際放射線防護委員会 ICRP 韓国の一般公衆の被爆限度量である年間1ミリシーベルト以上となる全地域及び福島県の全域とすること。括弧2、準支援対象地域は支援対象地域より広い地域で、高線量や汚染が観測確認された地域でも適切な支援が実施されるよう拡大すること。これに関しての、もうね、閣議決定されちゃってるんですが、きちんとですね、私たちが一応出してますので、この場で回答をお願いいたします。はい、このパートは復興庁の方で回答させていただきたいと思います。まず1点目の年間1ミリシーベルト以上となる、もしくは、福島県全域という、ご要望につきましてですが、このご意見は今回のパブリックコメントだけではなくて、以前従来からの院内集会であったりですね、各地域のご意見など多くご意見いただいているところでございました。プロセスにつきましてはいろいろ説明会でもご説明していただいておりますが、この今回の閣議決定のされた基本方針につきましては、このような形になっておりませんが、この法律でもですね、年に1回は支援対象地域の見直しを図る、これは施策も含めて見直しを図るということになっておりますので、これにつきましてはさらにそのご意見いただきながら検討していきたいというふうに考えております。2点目の準支援対象地域につきましては、これは要は支援対象地域というものを定めた、それの外の方々でも多くの、健康不安を抱えられる方に対して必要な施策を講じるたびに、施策ごとに対象地域、支援対象地域をということで準支援対象地域というふうにさせていただいています。ですから施策によっては、被災3県のものもありますし、それこそ福島全県のものもありますし、近隣県の対象地域のものがあるということで、施策ごとに対象地域を定めているということでございますので、ご理解できればと思います。以上です。施策ごとということで、分断というのがね、進むんじゃないかというのが私たちの懸念なんですよ。そちらは、また違う意味で分断ということをおっしゃっているようですけれども、で今の件に関して、一問一答でこれからいきたいと思います。会場からまとめ、これを聞きたいという今の件に関してどなたかご意見あるいは質問ありましたら、ちょっと大変重要な箇所ですので、どなたでも、はい、ヘビーさん。はい、1番のことですね。福島県郡山市議のヘビー氏と申します。これに関してはですね、パブリックコメント、自習会延長されたパブリックコメントはどのようなことだったんでしょうか。多くは1ミリシーベルトを全地域および福島県の全域とすることを 90% を占めてたんではないかなというふうに私たちは思っているんですが、それが全くこう反映されてない形はパブリックコメントをやる意味が果たしてあるのでしょうかということをまず一つお尋ねしたいと思います。パブコメントですね、1ミリシーベルト以上というご意見は、本当に多くいただいているところでございます。このご意見につきましては、今回の閣議決定の部分では反映という部分ではなされておりませんが、継続的に支援対象地域については検討されているということでございますので、決して無視をしたものではなくて、施策につきましても、微々たるものかもしれませんが、
ある程度のですね、修正を加えさせていただきましたので、堀込みとつきまして、政府がつきまして有意義なものだったと認識しております。すみません、今の再質問なんですけれども、少し修正をかけたというふうに今おっしゃられたんですけど、そこが果たしてパブリックコメントを聞いてですね、修正になった箇所っていうのが極めて曖昧だと思うんですよ。本当に足りない時間の中で一生懸命皆さんにパブリックコメントを提出してます。それなのにそれが反映されてない閣議決定であるっていうことがね、最初に閣議決定ありきでそこに進んでいるのか、見せかけのパブリックコメントだけだったのかなっていうことで、二重三重の意味で福島県民が分断されてるっていうこともあるし、あとは置き去りにされてるっていうこともずっと2年半以上ですね、支援法ができてからも1年以上手がつけられない形で来た、本当に全国各地にちりぢりバラバラになってしまったその状況の中でやってきた出てきた基本方針とその閣議決定で発表してるっていう、そこのところっていうのが福島県民と被災者被害者のこれが本当に十分反映されてるのかなって、まず前提のところの不信感ってどうしても払拭できないんです。少し修正されたとおっしゃったんですが、どの箇所をどう修正なさったんでしょうか。一定線量ですか。お手元にない方もおられるかもしれませんが、分かりやすいところで、申し上げますとですね、まずは箇所というか健康管理調査のところにつきましても、当初の案に関してよりは少し前向きな、これは環境省の方に、いろいろ、それだとパブリックコメントにつきましても形だけというようなご指摘があったと思いますが、それこそこの副校長だけではなくて、関係する省庁さんの方々も要請してですね、4900件以上のですね、パブリックコメントにつきましてそれぞれ、読んで熟読いただいて、誠意ある回答をいただいているということでございまして、決してそういった次すいません、今ね、一番の1ミリシーベルトのこのところを言って質疑やっているので、その答えの中で少し修正したとおっしゃったので、その件につきましては修正は加えておりません。あ、わかりました、ということです。いいですか。はい、はい、じゃあ、私は、原発事故から5ヶ月後に郡山市から静岡の方に避難した長谷川と申します。今の件で、付け足しの質問なんですけども、私は実は8月の22日に、福島の仲間と18名合計19名の、この被災者支援法が、私たちから見て全く進まないことに対して提訴、国を提訴した、ものの一人です。でそこから、8月30日からものすごい速さで、復興庁と政府が動きました。で今日私は事前に復興庁の方が、今回出された、内容をこの集会の直前にいただいて読ませていただいたんですけども、正直申しまして、質問をして長谷川さん質問頑張ってしてくださいと言われたんですけども、あまりにもアバウトすぎてどこを質問すればいいのかがわからないまま、今座っておりました。ここで質問です。これだけの短い期間でずっと1年半を過ごしていたのに、これだけの短い期間、何か 10.11 ありきのような私から見えるんですけども、期間でこれだけ中身が、私たちから見て見えないものを決めざるを得ない理由というのは正直何なんでしょうか。実務を進めている担当としてですね、この今回の閣議決定の時期、もしくはその振り込みと案を公表した8月30日というのはですね、
決して訴訟の影響で、早まったという認識は私自身はありません。と申しますのは、本当に実務レベルではたまたま偶然的にどうなってしまったというふうに認識しておりますので、そこは誤解ないようにご理解いただければと思います。その例えば、基本方針案を公表していただいて、当初2週間プラス今10日という形させていただきましたが、このスケジュールにつきましても、政府側でいうところの適切な期間として、定めさせたスケジュールとして、進めさせていただいたということでお勤めさせていただきます。以上です。はい、じゃあ、安倍さん。流山の安倍です、同じ安倍さんなので、よろしくお願いします。安倍さんの先ほど1ミリシーベルトという要求があったけれども、それについては今回は答えられない、次回からの、見直しの中でね、そういうこともご検討していけるというようなことをおっしゃったんですけれども、それは私はごまかしだと思いますよ。というのはこのパウコメの回答の中でね、1ミリシーベルトにしなかった理由として、 ICRP が言っている1ミリシーベルトっていう考え方はね、これは安全でないということの、その判断の基準じゃないということを、理由をはっきり述べられているわけじゃないですか。こういう形で、復興庁なり、あるいは線量を決めたのは規制庁、あるいは環境省も関係しているかもわからないですけれども、国がこういう考え方を持っている以上ね、何回何年議論を重ねていっても、福島の西半分のところしか、支援対象地域には含まれない、そういうことじゃないですか。ここでごまかしのようにね、次から来年から議論重ねていけば前進があるかもしれないかのようにね、言うのはやっぱりおかしいと思います。それとこの ICRP の1ミリ原則というのはね、健康に影響ないあるという点で言えば大いに関係のある議論だと私は思っています。でだからこそね、1ミリっていう原則が公衆の被曝限度量という形ではっきりとこれまで謳われてきたし、日本の政府もね、最近 WHO アンスケアの議論をやたら持ち出しますが、その少し前までは ICRP 原則、公衆の被曝限度量1ミリということをはっきり謳って、だからこそこれは低線量の内部被曝もね、健康に影響があるんだと、線量に比例してね、いくら低くったって安全ということはないんだという立場を日本の国も、そういう立場に立ってたと思います。だからこそ、予防原則ということでね、この1ミリ守ろうじゃないかということを国は国民との約束にしてきたんじゃないですか。これ以上線量が上がると健康に何か影響があるかもしれないという前提で、そういう仮説でね、こういう政策を取ってきたと思うんですが、この点についてはっきり答えてください。なぜ1ミリを今投げ捨てようとしているのか、あるいは議論を重ねていけばこれが反映されるかもしれないなんていうね、そういうごまかしはやめていただきたいと思います。これについて答えてください。今回の一定の基準、支援対象地域の定めにあたってですね、まずはその1ミリシーベルトというご意見が多かったこともありますので、当然政府としましても検討をさせていただきました。その中でも特に、何度もお聞きになっているかもしれませんが、科学的な部分でまだ明確になっている部分が多くあるということと、ですからその部分も当然ご意見としていただいているので、検討の中には入っておりました。ですからその部分につきましては、そういう部分は明確になっていないということもありますので、今回はこの形にさせていただきます。で、法律には毎年支援対象地域を一定の基準を見直すというふうになっておりますので、そこについてはこれからもしっかりそういったご意見を踏まえて検討してみてまいりたいということでございます。ですから、逆にその一部支部するということではなくてですね、その一定の基準についても検討をまだ継続的に進めていくということでございますので、そういうふうにご理解できると思います。簡単な質問をさせていただきます。今20名ぐらいの方がいらっしゃいますが、田島と申します。ICRP の1ミリシーベルトということですが、皆さんの中で ICRP の2007年基本勧告の用語解説で線量限度、ドーズリミットという項目がありますが、それを読んだことがある方手を挙げてください。読んだことある方、
ICRT の基本勧告っていう書物があることを知らない人手挙げてください。知ってる人手挙げてください。読んだことないんですか？全然。皆さんはそれを読まないで誰かの受け売りをしているんですか？読んでないんですね。読んでないと考えていいですか？お答えはない。ぜひお答えください。まず復興庁の方にはですね、その本かどうかは ICRP に関する書物については、法制派の方で巡回をしておりまして、それが取り上げたのか分からないので手を挙げられなかったということで申し訳ございません。関連する書物ではありません。 ICRP の基本勧告書というのは日本アイソトープ協会が翻訳して出しています。また、ウェブサイトの ICRP のウェブサイトにも載っています。皆さんがそれを直接読んでないというので呆れました。そこの用語解説には後で正確に確かめてほしいんです。どんなことが書いてあるか皆さん確かめてくださいね。いかなる講習も浴びてはならないような限度として1ミリシーベルトを定めると書いたんです。いかなる講習もね、浴びてはならない基準として考えているということが書かれています。そして放射線防護というのはそもそも人間の健康にとって放射能から身を守る、それが防護です。それが健康と関係ない、科学的ではないというのはきっとそういうおかしなことを論ずる学者さんのなんか解説を皆さんうろみにしてるだけで原点に一つも当たってない証拠だと思います。以上です。木更津市議の田中と申します。東京で行われた説明会に参加させていただきました。その時に国連人権理事会の勧告を復興庁の方は知らなかったとおっしゃいました。その後そのことを読んで、その勧告に対してどのような見解を持っているのか、それをお聞かせ願いたいと思います。すいません、読んでおりませんので、ですね、はい。はい、そちらに手が。福島県郡山市から参りました森園和江です。一番重要なことを申し上げさせていただきます。福島県民として。この33市町村というのは私たちは受け入れることはできません。福島県に住んでいる私たちは福島県全体を捉えていただきたいと思います。その理由として、今20メートル30メートルの山の木がありますけど、そのてっぺんが10マイクロシーベルトなんですね。それが少しずつ降りてきてます。除染をやっても半年1年経てばまた線量が戻るんです。それが山を越えて会津にも行っています。そういうところも考えた上でも、また福島県が県を運営していく、いろんな自治体もそれぞれが運営していく上で、この33市町村のみにされる上でものすごい混乱がこれから出ていくことが予想されますので、福島に関して福島全県という形でぜひ訂正をお願いしたいと希望いたします。よろしくお願いいたします。郡山の竹内と申します。この1のところの質問で、要するに1ミリシーベルトを基準にすべきであると。でこれはその1ミリシーベルト を境にその健康云々ということではなくて、ここにも書いてある通り、要するに、日本でずっと採用してきたし世界でも採用しているこの基準である1ミリシーベルトで、これ以上というのは被曝をしているということですね。被曝に対してちゃんと対処をしなさいという、そういう意味の1ミリシーベルトなんですよ。1ミリシーベルトが健康である
健康の問題云々ってことではなくて、これ被爆に対してきちんと対処すべきであるということで、これを対処支援対象地域にすべきであるということで、明確な基準としてこう 出してるわけですね。でところが復興庁の方の支援対象地域の明確な考え方っていう基準っていうのはすごく曖昧ですよね。そこをきちんと説明をしていただきたいと思います。今回の支援対象地域の確定 のプロセスの中にはですね、避難者の方々がどこから避難をされているのかということを復興庁として調査をさせていただきました。その中で、今回の中通りもしくは浜通り の避難し区域以外の地域の方々の避難者の方が自主避難の方々がほぼ 90% 約 90% ということで、まとめておりましたので、そこをまず一つ、選定の一つの理由とさせていただきました。ですから明確な線量を確定はできなかったんですが、そういった形での判断をさせていただきました。すいません、20部ぐらいしかないので、今このパブコメとその回答っていうのが、出ておりまして、今会場には20部ぐらいが出回ってるんですけれども、どうでしょうか、今の質問に対しての回答は。マスクで折り上げてください。校長は帰ったあ、はい、じゃあ読み上げます。放射線による健康不安は個人によってさまざまであり、必要な支援内容を一律定めることは難しいものでこの、福島県中通り浜通りは、相当な線量が広がっていた地域であり、特に強い健康不安が生じていた地域として考えられるため支援対象地域と定めたところでございます。以上です。一方、この支援対象地域に該当支援地域においても、施策ごとに支援すべき地域や対象者を定めつつ、きめ細かく施策を実施することが重要であり、基本方針案においては、支援対象地域より広い広範囲な地域を支援対象地域に準じる準支援対象地域 として定め、合わせて施策を講じる地域対象地域と設定することとしたものです。また、基本方針案において用いている20ミリシーベルトは、政府による避難指示が行われるべき基準であって、支援対象地域における線量の上段と位置づけるものです。以上です。ちょっと今川田隆平議員がいらっしゃいましたので、ちょっとお時間がないということですので、自治体議連、国会の自治体議連の事務局長も務めていただいております。ちょっとご挨拶をお願いいたします。さん、今日お疲れ様です。ありがとうございます。どういうところからも今日皆さん参加されていると思いますが、本当に今日は閣議決定が出されて、この基本方針案に沿ってですね、基本方針に沿ってこれからいろいろと施策を実行していくことになると思いますが、ぜひ見直しを、これ毎年支援対象地域の見直しですとか、それから必要に応じてですね、やっぱり見直しをしていくということが大事だと思いますので、ぜひそういったことでこれからこの基本方針をもとにしっかりと予算も今年来年度に向けて獲得していかなければいけないと思いますので、超党派議連もですね、これ今自民党公明党さんにも入っていただいて100名以上この議連に入ってますので、ぜひこの議連としてもですね、引き続き来年以降もですね、しっかりと予算を獲得するために議連としての活動を続けていきたいと思っています。でまた今回のこの基本方針についての意見もですね、しっかり議連としてもできるだけまとめて出していきたいと思いますし、できるだけ本当にこの法律についてはですね、早くやっぱり進めてほしいということがありますので、ぜひできるだけ早くこの中身をですね、特に健康診断、環境省さん、環境省の方ですね、ぜひ検討も早くしてほしいですし、それからこの検討するにあたっての有識者会議のメンバーにですね、ぜひ当事者の人たちの声をしっかりとそこに入れられるように、有識者メンバーなどもですね、しっかりと検討していく段階でですね、ぜひしっかりやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではよろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。まだ少しいらっしゃれますか。もう退席ですか。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
それではちょっと時間がありませんので、もう次に移らせていただきます。2番です。汚染状況の調査等、除染の継続的かつ迅速な実施等についてということで、括弧1、汚染調査はアルファ各種、ベータ各種を含め放射性物質の種類ごとにきめ細かく実施すること、2番、子どもの暮らしや学び、遊びの場などの除染等を早急に実施すること、3番、各家庭の建物や庭などの除染費用の助成制度を整備すること、これに関してはいかがでしょうか。どこですかね。当省庁はどちらになりますか。環境省。環境省の除染チームですけれども、括弧2と括弧3についてですけれども、除染に関して子どもの生活環境を重視して実施することということは政府としてもその方針で進めていきたいと考えております。そのため学校ですとか公園ですとか、そういったところを重視してやっていきたいと思ってございます。カッコさんの、建物や庭などの除染費用の助成制度ということですけれども、こちらについてもですけれども、法律除染の方の特措法ですけれども、それに基づいて、今主に議論されているのは市町村が除染いただく地域の話だと思いますけれども、そういったところは自治体が、除染計画、実施計画というものを策定して優先順位をつけながら実施している状況です。その計画に従って実施される除染については国による財政措置というのを対象にしておりますので、こういった、挙げられているものというのも、除染の対象になるかと考えております。以上になります。市町村が対象としているのは学校や幼稚園、公園などですね。これ各家庭の建物には、子どもの暮らしや学び遊びの場ということで、これに関してはいかがですか。ですね、学校や公園に限らずですね、子どもが遊ぶような空間というのは当然対象になっておりますし、除染実施計画には家庭というか住宅ですね、住宅というのも計画に位置づけることが可能ですので、住宅がもちろん自治体によって件数差があるかと思いますけれども、対象にすることができるようになってございます。1番はどちらの環境省じゃないですか。1番文科省ですか。文科省いらっしゃってますよね。汚染調査に関しては当初の話ではないかと思うんですけれども、どうしようどちらでしょう。はい、会場からの質問に移ります。時間がありませんので、じゃあ除染に関してはですね、空間洗浄で、ちょっとこの質問はちょっと我々とは少し違うんですけれども、空間洗浄で把握して、それで地域を指定してという、ご存知のとおり。はい、会場からの質問、はい、手が上がってます。どうぞ。そのこっちか。はい、郡山市から来ました人見と申します。よろしくお願いします。今環境省さんの回答は考えています、実施するよう考えていますでしたよね。そして出てきた基本方針も除染を行う、優先的に除染を行うよう配慮するって言葉になってます。なんで考えていますや配慮しますみたいな曖昧な答えになっちゃうのか、私には全然理解できません。私たちが求めているのは実施すること、整備すること、なんでこれを優先的にやりますっていう回答にならないんでしょうか。今の質問に対してのお答えはどちらの省庁になりますか。
環境省。今ごめんなさい、ひとみさんの回答出なくて、これね、この2の1について、汚染調査の件について、規制庁の監視情報課の方から、川田事務所さんの方に文書が入ってまして、今日原子力総合防災訓練の対応で出席困難だということで、この2の1についてということで、以下のように回答してますので、これだけちょっと読み上げます。当該箇所についてはその調査内容対象によって所管する省庁が異なります。当日は出席が困難なため当庁が所管している内容につきましては以下回答します。土壌中のストロンチウムやプルトニウムの放射性物質濃度についてはこれまで2回汚染状況の調査を行いマップ化して公表を行っております。また東京電力福島第一原子力発電所近傍海域におけるストロンチウムの放射性物質濃度についても定期的に測定を行っていますというのが規制庁の回答です。規制庁です。環境省ですけれども、ご質問の件に関してはですね、環境省がこちらの任務にあたりますけれども環境省が実施する部分とそれから市町村が実施する部分ございますので、当然環境省が実施する部分はそのように実施しておきますし、そのように計画を作るように、協議をしていくという形で、実施すると書いてしまいますと実施者様々異なりますのでこのように記載しているということで、決して実施しないということではございません。また他の部分というのも並行してやっていける部分に関しては実施していきたいと思っておりますのでこのように記載しております。はい、じゃあ、水色の私、大熊町から今、会津若松に移っています。安倍さんにはたびたびお会いしております。小畑と言います。よろしくお願いします。ですね、除染と避難指示区域からの避難している被災者への支援なんていうところにもつながってるんですけども、除染はやらなくてもいいところはやるべきではないと思います。私、実は先日、大河原という地域に帰ったんですね。それは町長さんの住んでるところで大熊町で、そこは帰ると言われているところなんですけど、実際全部、除染したところを見たんですけど、ある人のお宅の前は、玄関の前は確かに除染して、コンクリートなんです、地面はね。だから 0.3 から 0.5 だったんですけど、実は後ろの方に、山の方に行きましたら、きれいに掃除してはしたんです、きれいだなっていう感じで、しかし、8マイクロから9マイクロありました。無駄な除染です、本当に。そして、私の家は、全然除染はされてないんですけども、このプリン見ますと9ページなんですけど、避難指示ね、これ、帰還を促進するための取り組みや、直ちに帰還できない区域に対する公害抑制を実施するともに、なんだか非常に変えさせるために、簡単に除染しました、もう帰ってくださいみたいな感じになってしまいます。私たちの福島県は山もあり、谷もあり、草木が非常に多いです。除染と片一言で区切りをつけて、もう一回除染しましたから終わりですなんて話は絶対ありません。チェルノブリでは家々を壊して木々を倒して、それで線量を落としたらしいです。だけど郡山や福島はそのようなことは一切できません。中途半端な除染は反対に精神的な害にもなります。きちんとした除染を、そしてこれは郡山、福島、浜通りばかりありません。私今、会津若松住んでいろいろ調査をしましたら、結構川沿いとか草陰とかはかなりのシーベルト、1ミリシーベルト以上ありました。それでよく私たち会津若松の仮設にいるある労働者が、もともと俺は原発ずっと働いてきたが、なんで1ミリシーベルトは、ダメなんだ。だいたい俺たち原発で入るときに 0.6 マイクロシーベルトの時はもう完全に防護服を着て
中で食べ物は絶対食べちゃいけないっていう訓練を受けてるぞって。そしたらこの郡山とか福島とか1ミリシーベルト以上、例えば会津だって結構そういうのがあるじゃないかって。それはご飯も何も食べちゃいけないじゃないかと。これは間違ってる国があって、俺たちに教育した東電が間違いだってことかなって本当に笑って言ってました。1マイクロ、結局1マイクロというのは本当に魚をじわじわと弱火でずっと焼いたら、焼いた魚といっぺんに強火で焼いた魚とどちらが美味しいですか。中までしっかり焼けてるのは弱火でじどじど焼いた方が中まで真っ黒になります。つまり低線量被爆というのはじわじわと焼いた魚と同じなんです。完全にやられていくんです。本当にその辺除染とかやっぱりイミシベと、これはこれを完全にきちんとこれを踏まえて、やっぱり人々の健康生活を私たち福島県やその周りの他県に対して考えてほしいです。皆さんは私たちの命や生活を守る方々でしょう。よろしくお願いします。はい、この項目の質問、はい、福士さん。今の方と関連します。私もこの夏に川俣の山木屋、それから桂尾、それから飯舘の方をずっと拝見してまいりました。で、除染された土壌が、ビニールの黒い袋に入ったり、色の違うものもあるんですけどね、ずっと畑の上に並べてありました。で、その畑なんですが、いつまでそこにその汚染土壌が放置されるのかがわからない、そういう状況ですよね。その先を持っていくところっていうのがないまま除染さえすればいいよっていうのでいいんでしょうか。それをどう考えてらっしゃるのかが一つあります。それからもう川俣山木屋のところではもう本当にすごく山の方で、鳥がうるさいぐらいに鳴いていたんだそうですけども、私が行った時には鳥の声は聞こえておりませんでした。で、虫ももう花も異変が出ているという話を伺いました。で、それはどうなるか分かりませんが、ここで動態解明のための研究を行いっていうふうに書いてらっしゃるので、中長期的な放射線量の予測を実施公表するということですが、これで、本当に予測がちゃんとできるのかどうか、どういうふうに考えてらっしゃるのかということをもう一つ伺っておきたいと思います。それからその畑と汚染土壌 の関係ですが、汚染土壌を処理するのは環境省さんで、畑が元に戻るかどうか、今の方もおっしゃってましたけど、私もそのすぐ畑の横が山で、その辺はもう10から14マイクロシーベルトぐらいあるんですよね。で、そこからやっぱり雨が次々と流れてきて、また土壌汚染になった時にはそういうのはどうしようとされるのか。それによってはやっぱり帰還できない場所っていうのがあるんだとしたら、それははっきりさえして差し上げないと、地域の方たちも本当に大変だと思うんですね。チューブラリンのまんまほったらかしておかれると、その辺はどう考えておられるのか。それをきちんと、もっと言いたいこと山のようにあるんですけれども、環境省さんと農林水産省さんとの関連っていうか連携っていうか、それもどうなっているのかという3つをお伺いしたいと思います。環境省さん、答えられる部分よろしくお願いします。まず汚染土壌についてですけれども、ちょっと個別の状況は把握しておりませんけれども、基本的には、おそらくそれは共同張り鳴りをした土壌だと思いますけれども、仮置き場というところに持っていって、今のところに関しては皆さんご存知かと思いますけれども、中間貯蔵施設というものを、設置を考えておりまして、そちらに持っていく予定にしております。で、ちょっと今ご指摘のあった畑に置いてあるという状態がですね、一時的にその仮置き場に持っていく途中段階なのかというところは少し分かりませんけれども、仮置き場内に持っていって、袋内をして遮蔽をして影響ないようにしていくというのが除染の中の基本的な考え方でございます。中間処理施設というのはまだ全然決まってないんですよね。そうですね、今調査をしているところです。
変困難な調査だと思いますけれども、すいません、ちょっと農林水産省今日来ていらっしゃいませんので、後半部分はまた違う形でちょっと答えを求めていきたいと思いますが、ちょっとごめんなさい、時間があまりないので次3番に移らせていただきます。3番、支援対象地域で生活する被災者への支援について。1、心的ストレスへの心のケアやサポート体制を整備すること。2、屋内公園や屋内運動場などの運動施設を整備すること。3、子どもたちの宿泊移動教室や長期休暇等時のリフレッシュ保護保養を制度化すること。4、心身の健康保持のため保護者等の保養休暇制度を創設すること。5番、特に学校、園の給食や妊産婦の食事などを中心に汚染のない食材の提供などの枠組みを整備すること。6、教職員に対する低線量被曝に関する放射線防護教育を実施すること。その場合、本法第1条で明記された放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないという観点を十分に踏まえ、規制の安全論のみに依拠せず危険性を指摘する主張や意見、予防原則の考え方なども重視すること。厚労省さんでしょうか。はい、では1番の、心的ストレスの、への心のケアやサポート体制を整備することということで、精神障害を中村君から解説させていただきます。被災者の心のケアについては、被災による PTSD の症状が長期化をしたり、被災生活の継続でうつ病や不安障害の方が増加することが考えられることから、岩手県、宮城県、福島県の各県に、活動拠点となる心のケアセンターを設置し、看護師や、保健師等の専門職が、被災者からの相談を受けた上で、必要に応じて専門的医療支援を行っております。次に被災者の子どもの心のケアについてですが、安心子ども基金を活用し、児童精神科医の配置や巡回相談、保育士等の、子育て支援に関わる方々に対する研修や、被災自治体の実動に応じた、取り組みを支援しております。次は高齢者についてですが、地域支え合い体制づくり事業により、介護職、医療等専門職種による相談支援や家族住宅における介護等のサポート拠点の設置運営や設置運営による、孤立防止、介護等の取り組みに対し支援を行っております。また、長期にわたり家族住宅等での生活を余儀なくされた被災者について、健康状態の悪化を防ぐため、すいません、また長期にわたり、仮設住宅等での生活を余儀なくされた被災者について、健康状態の悪化を防ぐため、被災地健康支援事業により、保健師による、仮設住宅等への個別訪問や、健康相談へのなどの実施のほか、それを担う、保健師等の専門人材の確保を支援することによって、被災自治体における、健康支援活動の体制強化を支援しております。でまた、サポート体制については、一般的な生活上の悩みをはじめ、生活困窮者や DV 被害など世界的なつながりが、急須な方々の相談先として、24時間365日、電話による相談を受け付けて悩みを傾聴するとともに、必要に応じて面接や同行支援を実施し、具体的な問題解決につなげる、寄り添い型相談支援事業を実施しております。以上でございます。今ある実施されていることばっかりでね、これから先に、整備するっていうことはまだないわけですね。さらに、福島県大熊町から避難しております大賀と申します。今説明していただいたものも、あるいは他のいろいろな施策でも割合ある傾向なんですけれども、例えば今いくつかお話になったうち、福島、岩手、宮城が対象の施策ですとか、被災地なんとかかんとか事業がという名前のものですとか、っていうことは、この子ども被災者支援法の理念で今まで発言者の方も言っていますけれども、避難した者も被災地に在住している者も
そこをまた移動するものも、支援していくという理念に対して、被災地でしかその事業が行われないっていうことがものすごく不足なわけです。でまさに今新聞の報道等でも、避難先で、心の健康、身体的健康などの問題もいろいろ発生しているっていうことが、もしくはあなたさんご自身もお分かりだったかもしれませんけれども、ご説明の中にはない、実施されている事業にはないということをとても憂慮しています。で今おっしゃったような事業がその被災地限定に なっているような現状があると。でもうちょっと広い全国的にどこに避難していてもおっしゃったような事業が、支援が受けられるものがあるならば加えて説明をしていただきたい。そして、現在はないけどこれから加える、拡大することがいつ頃できそうかという見通しを聞かせていただけたらば大変ありがたいと思います。以上です。ご説明させていただいた中には、厚生労働省の中でも各局に分かれていて事業を実施しているものでございまして、中には全国的に実施しておる事業もございます。心の健康事業については今、3件ということでお話しさせていただいたところでございますが、都道府県に、各都道府県中核市等に対しては厚生労働省の方の主管課長会議等の中で協力、被災者に対する協力依頼は行っ、協力依頼をお願いしているところでございます。一言だけもう一つ、だから協力依頼とかではなくて子ども被災者支援法で公平に、さまざまな立場の被災者に対して公平に支援していただけるということが私たちの希望の望みの光だったわけで、そこに対しておっしゃる説明はちょっとこう噛み合ってないというふうに非常に思います。今後早急にそういう点も改善していただきたいです。お持ち帰りください。よろしくお願いします。それでこれ一つ一つね、こういうことやってる、こういうことやってるっていうのでお答えになると時間ばっかり取りますので、この支援法に関わってこれを増やしていくとかそういうのあったらぜひ発言していただきたいんですが、どうですか。はい、文科省からじゃあ、子どもたちの宿泊移動教室や長期休暇時のリフレッシュ保養の制度化ということで、ご要望いただいてるんですけども、26年度の概算要求で現在新規事業として福島県の子どもたちを対象とする自然体験交流活動支援事業というのを計上させていただいております。これは学校とか社会教育団体等が実施する自然体験活動や、福島県から子どもたちが県外に出て、いろんな子どもたちと交流するような事業を支援するというような事業でございまして、今それが要求ということで福島県全体を対象として、今今日来てませんけども財務省とか、総務省の皆様方に説明して、要求が通るように頑張っております。県に関して何か、はい、はい、今ご説明いただいたことなんですけれども、私は、福島の子どもたちの、保養に年間関わって、立川の方で、受け入れを一緒に、市民団体と行ってきたんですけれども、やはりそういった現場を、見ていますと、幼児の方を、多く対象としてたんですけれども、やはりお母さんたちがいろんな保養の支援を、使って、やはりリフレッシュするという、やはり免疫力を高めるという、そういうことも、情報を得て、いろんなそういうことを使って点々と、渡り歩いているという言い方おかしいけども、一生懸命、なっている、そういった声も聞きました。そういうふうになりますと、この内容につきましては、その対象、子どもたちということになると、どういった、子どもの対象年齢とかはどういうふうに、お考えなのか、それからやはり、市民団体が多様なところでやっている、そういった受け入れのところに対しても、補助をしながら、多様にできていくのかと、そういったことにちょっと具体的に、こういうふうにやっていただけるということは、よかったと思うんですけども、その点について少し。
はい、先日福島県の教育委員会の担当者の方とも2日ぐらい前にお話しさせていただいたんですが、福島県からのご要望では非常に低い年齢の幼児の方からご要望があるということで、今我々小中学生を中心に要求してたんですけども、まあ、要求通った後もしくは今これからでもそのもう少し年齢低い子どもたちをもう対象にできるようにしていきたいなというふうには今考えているところです。それから雇用の関係でいろいろお力添えをいただいている団体の皆様方のお力をお借りしたいなというふうには当然思っておりまして、ただその団体にお金をあげるのではなくて、そういう団体が今伊達と見附の新潟県の見附市と福島県伊達市の交流事業とかやってるんですけども、NPO の方々に間に入っていただいて、一緒にご協力いただくような形で、そういうことでご支援に対してこちらの方としてはそういう支援ができるかというようなことを今福島県の担当者の方とご相談させていただいているところでございます。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ山本智子さん、黒い服の。すみません、千葉県 の, 山本といいますが、大体概算要求どのぐらいの予算をしていらっしゃるのか、お金がなくて今どこも大変なので具体的なお金のこと要求していらっしゃる金額は、はい、4億円の要求です。ただ補助事業ですので、事業費総額は倍、2分の1補助で倍額ですので、総額で8億円で要求させていただきます。福島県いわき市の市議会議員の福島と申します。福島県からの要望にもあったように、小中学生は保養のこういうリフレッシュができるんですけど、幼児はなかなかないっていうのは現状でして、まあ、幼児も対象を今考えているということですが、幼児が行くことになるとどうしても保護者が一緒に行かなければならないものが多くて、そうすると働いている方と働いていない方で格差ができてしまうんですけども、私たちの要望にも保護者の雇用休暇制度っていうのもありましたが、その辺はどのようにお考えかお聞かせください。文部科学省でございますけれども、保護者の雇用のための休暇制度まではちょっと文部科学省で検討するところまで行っておりませんけれども、先日福島県の今福島校っていう事業をやってる担当の方とお話をしていましたら、そういう子どもさんが、親御さんがこう働いててなかなかそういうのに参加できないっていう子さんの多くが今子ども会に入るようになってきてて、福島県は今全国的な子ども会離れなんですけども、福島県だけは子ども会が非常にこううまく機能していってるんだっていうのは大変ありがたいお話を聞いております。できれば我々もそういう形でなるべくその地域の教育力っていうのを高めていただきまして、できればいいなというふうに思っています。当然子どもさんと一緒に親御さんがついていって活動できるっていうふうな方法も大変素晴らしいと思ってますので、それはそれでちゃんと考えますけれども、またそういうふうな方向もあるのではないかなというふうに思っております。ですね、いわきから来ました斉藤と言います。今この子ども会に入ってっていうお話聞きましたけども、やっぱりこの福島県 の, この子どもの状況はね、この全然分かってない。子どもはね、この子どもさんがね、放射線で怖いと言うとね、学校から睨まれる、あなた神経質なんだよ、あるいはこの幼稚園で言うとね、お坊さんからに担われる、そういう現状なんですよ。そういう現状を知ってました。睨まれるというか、いろいろそういう形でですね、話をされるという話は当然聞いております。先日そういう担当の方と話した時にそういう面もあるというふうには聞いております。知っていながらのお話ですか。子ども会の方が、福島県の方の子ども会が非常にそういう意味でですね、非常に盛り上がってるっていうのは、それは事実であって、それも聞いた話なんですけども、それと両方伺っております。制度をきちんと作ればね、そういった、内部での分断っていうのはなくなるんですよね。で、はい。ゲートス運動が盛り上がってるじゃない、ゲートス運動が。静岡の市議会議員の松崎圭一ですけど、先ほどいわき市の市議会議員の福島さんから出た、その幼児っていうのはその文科省の担当じゃないっていう、保育園ですね、保育園とか場合にその介護休暇が問題なんですけど、
それで静岡では南相馬と飯舘とそれからいわき市の保育園幼稚園を対象に保養事業をやってるんですね。そうすると福島さんがさっき言われたようにどうしてもその休暇っていうことが非常に問題になるんですけれども、まあ、文科省はその対象じゃないと言われたんです。これは厚生労働省になるのか、そこのところちょっとどういうことを要望、次のテーマになってお答えしていただくことになってるんですけれども、そこはどういう検討されていただいたんでしょうか。回答はどなたか。すいません、親の休暇制度の話になるとちょっと文科省では回答できないんですけども、文科省としてはこの子どもたちを体験かつ自然体験とかそういうところにどう連れていくかというふうな仕組みを検討、向こうの福島県の教育委員会と検討させていただいておりますので、それから幼児は子どもから、ね、幼児は幼児、それから幼稚園、保育園、保育園は文科省の管轄ではないんですけども、保育園の子どもたちのニーズも全部調べて、そこは対象にしていきたいなということで考えております。これですね、結局前回の時に復興庁の佐藤参事官にこの問題を直接私も意見言ったんですね。で回答してくださいと、でパブコメにも私出したんですけど、パブコメにはそういう項目は上がってないんですけどね。現実的にその休暇制度っていうもの、今の介護制度とか、いろんな育児休暇制度がいっぱいあるんですけれども、やはりこの今回の被災については雇用制度っていうものを、休暇制度は私は必要だと思うんですよ。でそれはロシア、ソ連のチェルノブイリ法の中でも現実的にはそういう制度っていっぱいあるんですよね。ですのでそこ文科省は今分かりましたけど、保育園のこともニーズを取ってくれると、私はさっき言った南相馬飯舘いわき市やってるんですけれども、じゃあその休暇制度はどこが検討していただけるんですか。で今回もパブコにも出してるし、前回の佐藤さんにも伝えてるんですけど、次の3番目の回答でもありますので、どういうふうに検討されたのかというとお願いします。厚労省じゃないですか、厚労省待ってください。それでその後の厚労省に答えていただきたいです。厚労省は検討してたらない、まずこの話を担当がいないから、担当はいないんですか。いや、いないと言ってください。それで副校長の方に答えてください。今日はちょっとすいません、その休暇の担当の方がいけない。はい、ちょっと安倍さんの方で引き取って帰ってほしい。押してるんで、プロコメの方に置いてになったことは認識しておりますので、ちょっと整理を開始させていただきます。すいません、ちょっと時間がないので次に移らせていただきます。ごめんなさい。次4番に行きます。支援対象地域以外で生活する被災者への支援についてです。1番、移動支援のため高速道路の無料化を再導入すること、また自家用車や高速道路以外の移動支援も整備すること。2番、住宅提供住宅借り上げ制度の新規受付の再開、提供期間の延長を確保すること。3、母子避難に伴う託児施設の確保や移動先における就学就業支援の促進を図ること。4、家族と離れて暮らす子どもに対する各種支援を進めることです。私、国土交通省道路局の藤丸と申します。私から4の括弧1の前段部分についてお答えさせていただきます。で、原発事故による避難者の皆様への高速道路の無料措置につきましては、お子様と親御さんが原発事故によって離れ離れでお暮らしになられるという状況が続くことでですね、お子様の健やかな成長が阻害されるという極めて緊急性の高い状況を鑑みまして、限定的に実施させていただいております。で、そういった制度趣旨に沿うためですね、無料措置の対象につきましては、避難元のインターから避難先へのインター、この連続したご走行に限り実施させていただいております。で、大変恐縮なんですけども、一旦高速道路途中で降りられて、どこか行かれた場合っていうのは無料措置の対象外にさせていただいております。以上です。
後段部分についてお伝えします。公共交通政策部の早め公共交通機関の担当しております。今般その移動の支援に関連するご要望といたしまして、その公共交通機関 の, その無料化ですとか割引といったようなご要望をいただいております。本当にその、どのようにその移動を被災者避難者の方を移動を支援するかという点につきまして、公共交通機関 の, その利用者というのは無料化割引というのはその純粋なその民間事業者であるその公共交通事業者が実施する形で支援するのではなくて、これ避難者被災者の皆様と直接的なその支援などという形でその考えられるべき課題であるというように思っております。被災者自体に支援をすることだということですか。直接的とは、はい、公共交通事業者を通して、公共交通事業者も非常に多数も何千何万と事業者ありますので、そこを皆さん 通して何か無料化をするですとか、そこ割引をするという形は、それまたどこまで の, その地域であるのかというのがありますので、そうではないと言ってるんですね、はい、そういう形は適切ではないというのが、パッコメンバーに代させていただいた趣旨でございます。じゃあ次住宅提供のところお願いします。すみません、内閣府防災でございます。4の括弧2についてでございます。今回の東日本の大震災につきましては、発災直後からですね、福島県以外も含めてでございますが、災害救助法に基づきまして、住宅を失った方、もしくは 住宅の確保が困難な方につきましてですね、この提供をさせていただいているところでございます。今回の東日本につきましては、県外に逃げた方々にも現行もですね、実施させていただいているところでございます。で、今ご要望いただいている件についてです、まず新規受付についてでございますが、これにつきましては、災害救助法につきましては、福島については福島県に実施したいということもあるのですが、福島県といろいろご相談させていただいて、福島県の負担が始まっているというようなことを踏まえてですね、昨年の12月28日にですね、終了させていただいたということとなっておりますが、これについて、再開するということについてはですね、難しいというふうに考えております。それから2番目のですね、提供期間の延長についてでございます。こちらにつきましては一応、災害救助法に基づくということで、ございますので、いわゆる住宅の需給バランスを考えながらですね、規定に基づきながら、延長、提供のですね、していくことの延長ということが、可能になっておりますので、このあたり、今後ですね、大体的な住宅の確保等の状況を踏まえてですね、適切に対応していくというつもりでございます。それから撤去等の柔軟な運用ということについてでございますが、こちらについては、いわゆるその現行の災害救助法に基づく、仮設住宅、みなし仮設ということについてでございますが、一応その被災者の転居先としてはですね、いわゆる、はい、もっと大きい声で、すいません、いわゆる高級住宅にですね、転居していくということが想定されておりますので、対応としては困難というふうに考えております。ただし、これは従前からの取り扱いというかですね、今回の東日本の取り扱いとしてはですね、いわゆる県外に避難されていらっしゃる方々が県内に避難される場合については、一応この分については積み替えを可能とする取り扱いをしておりますので、これについては継続していただくつもりでございます。それ結局支援法に基づく支援施策ではないんですよ。基本的にはやっぱり従来のことを言っている。だからこの支援法の理念っていうのは本当に避難した人もあるいはとどまった人もそして戻る人もそれぞれがきちんと生活支援を受けられるってことが大事なわけで、その意味でそのこれから新規を受付再開しないということであれば支援法に基づいた施策をやってないということですよね、基本的には。そうです。
これは 最大今どこに行ってもね、皆さんから言われることであって、ここのところは我々としては最高を求めるしかないですね。それは今のゼロ回答では全く支援法に基づいた皆さんの施策だなんて、安倍さん大きなこといつも言ってるけど、支援法に基づいてないでしょ。それはこれまたナンセンスですよ。これ全面的にやっぱり要望に応えない限り、実際に避難者は救われませんよ、これ。すいません、厚労省さんから、内閣府さんからの、応急仮設住宅以降の、住宅確保については、復興庁と国交省さんの方で今、検討を進めているところでございまして、基本方針のところもですね、7ページのところですね、住宅確保の8の、3つの土地のところに、支援対象地域に住居していた、避難者について、新規の避難者を含め、公営住宅への入居の円滑化を支援ということで、これはそういった意味で具体的に何をということをまだ申し上げられない部分はあるんですが、そういった検討を進めているということでございますので、そういったことでご理解いただきたいと思います。検討を進めるということであれば、具体的にね、その今のこの項目について回答していただかないと、いつまで検討するんですか。整合性はないですよ。いや、それではね、はっきり言えばごまかしになっちゃうんですよ。すいません、そういった意味、ここは当然新しい、新規の、新しく避難をされる方は、この制度を活用いただきたいですし、転居等につきましても、今、県外から県内については、今のご説明の通り、転居という形といいますか、帰還の部分ということで、それは安倍さん、帰還だよ。で、それ以外のですね、従来、避難先のところで、また住居を、転居したいというご要望については、こちらの制度を活用いただきたいということで考えています。そこがおかしいでしょって言ってる。いや、だから活用ということでできるの？今の段階ではですね、その制度がまとまってないんですが、今検討を進めているところでございます。それ支給あるでしょう。わかりました。予算要求するわけですから、その 1% しか空いてない公営住宅に入れなんて言ってて無理でしょうよ。そこにつきましても現在検討を進めてます。現実的にはありえない話をしちゃいけませんよ。概算要求をするために皆さんここで今日閣議決定したんじゃないですか。閣議決定を強行したってことは概算要求に間に合わせるってことでしょ。そういった意味では、これ以上の回答はできないんですが、ご意見についても近いでしっかり検討してまいります。これは全体としてもやっぱり基本的に文書で再回答していただきたいと思いますね。今までのところ全くゼロ回答です。いわき市から避難している、鴨下です。特にこの住宅の提供期間延長に関して、非常に問題だと思っておりまして、子どもはですね、避難先での、学校を受ける場合なんかも、どれまでいつまで入れるのかとか、そういう受験資格なんかにも絡んでくるような問題でして、もちろんこれ27年3月なんていうのは短すぎて問題ですし、そこから先もなんかちょくちょく延長されるような形で非常に先の見通しが立たないわけなんですね。でそれであと、新規の、避難の方は公営住宅になって今話がちょっとありましたけれども、そういうような公営住宅といってもやはり、こう家賃の問題もあるでしょうし、私なんかもそうですけれども、いわきに家があるわけですね。別に家がなくて帰れないわけではなくて家があるんです。でそれで特にこの辺前に座ってる皆さん方あまり認識がないのかもしれないですけども、家の中までセシウム入ってきております。セシウム以外も来てるんでしょうけれども、除染って外だけの問題ではなくて中にも入ってきてるわけですね。で特に冬埃が舞えばきれいにしたってまた次か窓の隙間から入ってきて、積もってしまう状況なんですね。そんなところにとてもではないけども返せないと考えておりますし、あと今、福島に帰還が進んでるとかっていうふうな話がちょっとありましたけれども、それも喜んで帰ってるわけではなく泣く泣く帰ってる方が多いわけですよ。非常に母子避難でお父さんと離れて、もしくは親戚とかとも離れて相当無理があるのに、頑張って避難先で子供の被爆から守るために
生活していたんですけれども、もう どうにもあの続かない、いろんな意味で続かなくなって、泣く泣く戻っていくと、あのこちらにも最初のところでも問題になりましたけれども、1ミリシーベルトの約束も守られずに、被爆をしなければならないなんていう状況の中で、本当に泣く泣く帰って泣く泣く生活を続けている方が多いわけですね。あのこう避難続けるのも大変ですけれども、あの戻るのもあの非常に辛いものがあるわけですよ。そのような状態で、このなんかあの、期間が進んでるとか始まってるとかっていうのは、まあ非常にあの事実誤認ですし、あとそれからあのこれだけあの戻る方向の施策はあの 県なんかも含めて非常にいろいろ行われているものですから、やはり、まあ、あのもう本当に辛くなったらしょうがない、この状況では戻るかという方は結構 ある程度はいるとは思うんですけれども、やはりそのあたりもあの避難を進める方向に全くこの、こう新たな施策がなくてですね、この子ども、被災者支援法はやはりこの、あの子どもを被爆から守るために、今からでもあの避難したい人は避難できるという、そういう理念の法律のはずですのに、そのあたりが全くない、そしてあの避難続ける点に関しても全くの保証がないところは非常に問題だと思います。そのあたり特に延長に関してどのようにあの、お考えなのか伺いたいと思います。お答えできる方。はい、内閣防災局だ。あの、すいません、ちょっとこもってました。恐縮です。今あの期間の提供期間の延長についてということでございますが、あのまあ確かにあのあそうですね、今の現行のですね、災害救助法で今ご提供させていただいておるわけでございますが、あのいずれにしろ今、ですね、3年までの延長をして4年目という話もすで、に出た方向で出ているわけでございます。それ以上につきましては、いろんなですね、規定で申し上げますと、いわゆるその1年を超えない範囲でですね、延長していくという今、規定になっておりまして、なぜかと申しますと、そのちょっとですね、いわゆる先ほどもちょっと申しましたけれども、いわゆる住宅のですね、今、仮住まいということになっておりますので、いわゆる高級住宅、普通の住宅のですね、整備の状況と勘案しながらですね、延長するという仕組みになっておりますので、一応、そういうことでですね、それ、災害救助法に基づいて発言なさっておりますけれどもね、法律を守るんだったら、支援法を守っていただきたいんですよ。なぜ支援法は守らないんでしょうか。でちょっとごめんなさい、時間がありませんので次5番に行かせていただきます。放射線による健康への影響に関する調査、医療の提供等及び国際的な連携協力についてです。1、2011年3月11日に支援対象地域にいた全ての被災者に健康管理手帳を交付すること。2、2011年3月11日に支援対象地域にいた全ての被災者の定期的な健康診断、子どもの生涯にわたる健康診断を実施すること。3、甲状腺がんの未然防止のために現在実施されている福島県の県民健康管理調査に国が積極的に関与し、国の責任において早期発見早期治療のために現状を是正すること。4、血液検査尿検査等の追加、市町村の検査体制確立に向けた財政援助、甲状腺検査等の拠点病院の確保など抜本的な検査体制の確立を図ること。5、大人も含め全被災者の医療費負担の減免を行うこと。6、チェルノブイリ事故による影響について小児甲状腺がん以外の健康被害に関する最新の医学的知見や報告、事故25周年国際会議の報告等を含むなどの情報の収集や調査研究を進め今後の対策に生かすこと。7、健康調査や医療については本法律の第1条や原子力規制委員会設置法の参院付帯決議を踏まえ ICRP の知見や基準のみならず ECRR などの主張も参考にすること。これに関してお願いいたします。環境省です。5番の各1位ですけれども、まず被爆に関わる健康管理につきましては現在福島県が主体となって、県民健康管理調査を実施しており、これは国と県の役割分担のもと国としても責任を持って支援をしているところでございます。で健康管理の、その、ですね、健康県民
健康管理ファイルというものがありまして、でその健康管理の結果がそれぞれの個人に返されて、それを閉じていただいて、個人としてもきちっとその管理できるような形とさせていただいております。で括弧2番ですけれども、まずこの健康調査につきましては、当初その、放射線の専門家や医師、地元の医師などからなる検討委員会におきまして、その支援、健康調査の項目や対象者について、決めております。で、そのような科学的な知見や過去の知見などをもとに健康調査が必要な方が受けられるような形となっております。で3番ですけれども、甲状腺がんにつきましては、はきちっと見ていく必要があるということで、国としてもその甲状腺検査についてしっかりと責任を持って継続して実施できるように支援を行っていきたいと思っております。で4番ですけれども、これは血液検査、尿検査などはまず一つは避難区域 の住民へ の健康審査において行われております。また甲状腺 の二次検査におきましても必要な項目が入っておりまして、必要な検査について実施しております。で5番ですけれども、医療費 の負担の減免については、その支援法の13条3項にかかる施策につきましては医師や放射線の専門家などからなる有識者会議を設置、国として設置しまして、その子どもや妊婦の方などの対象の範囲や、指定の範囲などについて、まずその、検討委員、有識者会議の、議論をも踏まえまして、支援が行われる必要な医療にかかる施策について十分検討して参りたいと考えております。6番7番については科学的な知見をしっかりと収集してくださいということですけれども、これにつきましては国際的にコンセンサスが得られている科学的知見についてしっかりとまず把握し、国としましてもその、今回設置します有識者会議において、その科学的な知見については収集してしっかりとその医療にかかる施策を考える際に参考にしていきたいと考えております。以上です。先ほど話しました医療機関から来ました斉藤です。何回もですね、有識者会議、専門家会議というふうな言葉が出ましたけども、その有識者を選ぶ選定基準は何ですか。今まで我々福島県民はね、環境省とかね、原発の、いわゆるね、この、有識者会議、専門家会議にね、散々苦しまれてきたわけですよね。どういう基準で選ぶんだかね。もう今までのような、ありったりの商品はね、いかに寄せてほしいと。ここで要望として出しておきます。基準について答えられればお願いしたいです。もちろんその、客観的にですね、その科学的な議論や医学的な議論が行えるような、方をですね、まあ、そういう方に委員になっていただいて議論していくということになるかと思います。はい、はい、はい、例えばね、計算書を選んでね、法案委員とかね、我々は今までその、あったのにね、科学的な、議論ができる専門家にね、散々苦しみになってきたわけですよ。そこのところが一番今回の原発事故においてね、一番の問題点だったわけですよ。例えばね、選定基準をね、ここで明確にね、してほしい。そうじゃないと我々は走ってきませんよ。有識者会議につきましては、これから委員を選定して会議を進めていくことになりますので、さまざまなご意見につきましても
参考にさせていただいて、委員について検討してまいりたいと。解雇になってない。健康管理調査、健康管理手帳の交付については全く考えてないっていうことでいいんですね。ファイルっていうのは県民健康管理調査のファイルなんて言ったって20数パーセントしかやってないファイルでは全被災者全被害者をカバーできませんから、そんなことでは国の基本的な責任を先ほど全うする菅野元君おっしゃってたけど全うできませんよ。それで責任を持って支援するって言ったけど、責任を持つなら甲状腺検査の画像データと所見をその場で被験者に対して画像データを手渡してきちんと医師が説明しなきゃいけないですよ。脳胞がいくつあって結節がいくらあってどのぐらいのものだってこと。だから技師がやってるから説明できなくて、医師の所見を聞いて1ヶ月後にそんなデータもまだ渡さないんですから、全然改善されてないですよ。責任持って支援してるっていうことは肩の荷が落ちたっていうことはこのことじゃないですか。その基本調査の回収率が20数パーセントであるということですけれども、それはその通りでして、こちらとしても県の方ではその回収率向上のために、基本調査 の, 行動調査をもとに基本線上を推計するんですけれども、その行動調査 の, 書き方をもうちょっと簡便なものを作って、もう少し提出しやすいような形にできるように今検討しておりますので、そのようなものについてもこれから案内させていただいて、ぜひご協力いただいて回収率については向上できればと思っております。はい、今の、はい、また画像のデータの話ですけども、まずはその甲状腺検査についてはエコーで動画のような、その映像のようなものをまず見て、その中からその脳や結節について見つけるということになります。で、写真をその、一部その切り出したということについては、実際にはその、実施の、その実施者によってもその、見方とかやり方は違いますので、もちろんその、同じ判定にならなければいけないんですけれども、その写真を渡せばそれを持って他の方、医師の方が見て同じそれを活かせるかというと、そういう、写真だけでは限界があるということで、ですね、なかなかその、ここは医学的に適切な方法について検討してそのような結果になっているということ。それはね、それは全く理解してないに近いね。一つは20数パーセントしかない県民健康管理調査を書き方完璧にすればよくなるっていうんじゃなくて、県の県民健康管理調査制度っていうのが信用されてないから集まらないわけで、それはやっぱり全ての人たちに管理手帳を配って、そこできちんと管理していくというふうに、管理するって言ったらあれですけどもね、健康維持してもらうっていうふうにしていかない限りはアップなんかしませんよ。そんなのいくら勘弁にしたところで、まずそれ一つで、ですから制度設計を変えなきゃいけないってことは国が関与しなきゃならないけど、それからその被験者の見立てが違うとかうんぬんっていうようなことでデータを配れないっていうけど、それは技師がやってるから、内部物質の専門家が見てないからそこで所見を言えないんであって、なんで専門家をちゃんと当てて所見がそこできちんと被験者に対して説明ができて画像を渡せるっていうふうにしないのかってことなんです。それは付け焼き場で技師にやらせてるから技師が言うわけにはいかないんですよ。それは制度設計そのものが悪いんですよ。そういうだから今のままでは誰も信用しない。
県民健康管理調査について。すみません、福島から答えに避難してますのとと言います。子どもがですね、県の検査を受けてないんですけども、民間 の検査を受けたんですけど、そこではですね、県の調査を3分以内にやる、結構ですね、甲状腺検査を3分以内にやるように指示があるんですね。で、うちの子は30分かけてやったんですけども、3分ではほとんど検査できないって言ってました。相当大きなのしか見つからないって。それで、うちの子をやってましたら、ね、相当大きなのが見つかって、まあ、経過観察なんですけども、3分の検査でやるようにっていう、福島医大の指示なんですね。それではほとんどわからないって言ってました。3分かけたいですね。だからとにかくたくさんするために3分いないっていうから2分でも1分でもいいわけですよ。パッパッってやるわけで、30分かけてやるとね、本当によくわかります。で、そのいい加減な検査では、ね、誰も信用しないと思います。はい、以上です。その回収率が 20% で、そこで打ち止めになっているというのは、信用されていないのではないかということですけれども、例えばその甲状腺検査についてはかなりその9割ぐらいの方が受診されておりまして、検査によって参加してくださる方の割合が違うということかと思います。で、なので基本調査については、それについて回答することがどのようなその自分にとって意味があることなのかということがなかなか分かっていただけないということもあるかと思いますので、その検査 の意義についてご理解いただけるように説明についてはしっかりと、していきたいと考えています。で、もう一点ですけれども、3分の検査で早いということですけれども、超音波というのは、もちろんそれずっと当て続けているのは、してその、体にいいことでもないので、もちろんその、だから、それは、ずっと、例えばずっと超音波の、浴び続けるということは、だからこれはもちろん医学的な判断で検査においてその必要な時間を使って検査をしているということで、もちろんその医師者 その技術によってその必要な時間というのは変わるかと思います。すいません、ちょっと時間が押してますので申し訳ない。6番に行きます。これはあれですね、そうか、意見の反映等および法の見直しについて。1番、被災者の意見を反映するため常設の被災者等協議会を設置し施策策定に参画させること。2番、支援対象に指定された地域を放射線量にかかる調査の結果に基づき毎年支援対象地域等の対象となる区域を見直す。附則第2項に基づき指定から除外する場合は慎重に対処し健康調査、医療提供など必要な支援策が継続できるようにすること。3、施策の拡充や見直しにあたっては被災者の声はもちろん支援活動に従事する者などの意見も聴取すること。これはどちら、はい、安倍さん。復興庁の方からじゃあ回答させていただきます。括弧1番の常設の協議会の設置については現段階では検討をしておりません。括弧2番につきましては先ほど冒頭の方でもお伝えしましたが支援対象地域につきましては毎年見直しをかけるということでこれは実施する予定でございます。3番につきましては被災者の声を十分に上げていくということでございますが、これは今年度のモデル事業としまして NPO さんに委託をしまして、避難者に対する、情報支援であったり、新しい施策の説明会の実施というものを検討して実施しますのでそちらの方で対応していきたいと、NPO さんとの連携して進めていきたいというふうに考えております。以上です。今の回答を含めましてちょっと福島瑞穂さんに一言。
どうもありがとうございます。子ども被災者支援法の法の趣旨は当事者の意見を聞くということがとても入っていますが、今の答えだと策定に参画させることは考えてないということなんですが、ぜひ、参画をつまり私たちは今回の基本方針の中身に極めて不満足というか撤回を求めて問題ありと思ってますし、昨日もちょうど交渉しましたが、パブリックコメントが閣議決定の直後に出るっていう、しかもこれ概要なんで、それもおかしいと思ってるんですね。ですから子ども被災者支援法の趣旨である当事者の声をしっかり生かせということで言えば、今のお答えは参画させることは考えてないということなんですが、それはしっかり参画をさせてください。それから2項目のところも、これ1年おきにということこれからまた見直すと今おっしゃいましたけれど、そこにもまた当事者の声をしっかり聞いてください。で私はすいません、途中でちょっと抜けていた、途中でちょっと別の仕事が入ってて抜けててすいませんが、福島県のほか、福島県外の子どもたちの健康診断については有識者会議を立ち上げることに環境省になっていますよね。でという有識者会議というふうになっておりますが、じゃ情報公開してくれということと、この有識者会議に低線量被曝についてきちっと意見を持っている専門家、ちゃんと警鐘を鳴らしている専門家、弁護士、それから当事者をきちっと入れてくれということについて、ご答弁いただけますか。よろしくお願いします。当事者の声をもっと入れる仕組みを作ってください。お願いします。有識者会議につきまして、現在検討を始めたところでありまして、まだ具体的なところについてその委員 の、 選定やその公開についての、検討についても検討してまいりたいと思っております。公開すべきでしょう。そのようなご意見は十分理解しておりますので、その点も含めて検討してまいりたいと思います。で有識者会議のメンバーも5人ぐらいの人たちで決めるんじゃなく、きちっと当事者、それからきちっと警鐘を鳴らしている専門家、弁護士もちゃんと入れてください。どうですか。で公開でお願いします。そのようなご意見は頂戴いたしまして、具体的にどのようにするかということについて検討してまいりたいと思います。昨日参加し今日参加してはっきり分かりました。皆さんそこにいらっしゃる官僚の皆さんを全面否定する気はありませんが、あなた方では明らかに足りない。勉強もさっきの冒頭の方で田島さん、あと木更津市議の方が指摘されたように、基本的な文献も読んでいない、そういう方々がいい、この社会で初めてのこの大惨事で多くの人の人権が損なわれて、その失われた人権をどう取り戻すのか、そして国策の責任をどう取るのかという大きなプロジェクトを今やっているにあたって、皆さんの力だけでは明らかに足りないということがすごく分かりました。つまりあなた方官僚だけではもうダメなんです。ここにいる被害当事者、それから自治体議員を含めた多くの方、そういう方が加わって協議会を作って、そういうことを必要だったんです。それをやらなかったこの14ヶ月、私ははっきり思います。失われた14ヶ月です。無駄でした。この14ヶ月はあなた方に任せたことが間違いだったんです。法律的にもそうですよね。支援法は被害者当事者と一緒に作っていく、具体的にどういう政策を作っていくのか、作っていく、そういう精神が謳われてたわけですよね。それをやらなかった、
パブコメだけの問題ではない、協議会を作らなかったことがそもそも間違いだったんです。はっきり私たちはそう認識してます。で、このまま協議会を作らないまま進めてって、見直しをあなた方に丸投げしてっては、多分私たちは、私たちの要望は多分またダメでしょう、認め、踏み入れられないとすごく悲観的に思ってます。協議会はもう絶対に必要です。それをもうはっきり大臣、副大臣に伝えてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今の意見に全ての私たちの、考えが盛り込まれておりますのでね、意見として、本当にもう重く受け止めてください。それからちょっと指名させていただきます。郡山からいらした野口さん、ぜひ何か発言したいということでしたので、一言よろしいでしょうか。短めにお願いします。避難対象地域をもう抜本的に 見直してほしいということです。今の状況は普通ではないことは皆さんご承知だと思うので、避難対象地域を年間1ミリ以上は被爆したくありませんし、子どもを被爆させたくありません。未来ある子どもたち に明るい日本を渡したいし、子どもたちを守っていきたいんです。なので今は本当にそこしか私は思いつかないです。他いろいろ協議されましたけれど、まずここがしっかりしないと先には進まないと思います。そうだ、健康のこともそうだし、住宅のこともそうだし、まずそこから本当に考え直してほしいし、私たちの意見を反映させてください。私たちが言える場所をもっと多く作ってください。よろしくお願いします。今の野口さんがおっしゃいましたように、この法律ね、子ども被災者支援法って書いてあるんですよ。今の基本方針、子ども被災者阻害法じゃないですか。ぜひそこはこのタイトルをよろしくもう胸に刻んでください。最後一言短めにいいですか。中間貯蔵が最終処分場を作らないで皆さんをうちに帰させてはいけません。除染もできないから、大熊町に、全体的に大熊町とか双葉町に中間貯蔵最終処分場を作って、そこにちゃんと除染したものが運べる状態にならなければ、絶対にもう福島県内付近の除染もできないし、ましてやこの被災者支援法も本当にきちんと軌道に乗っていけません。やはり最終処分場を作るまでには絶対に皆さんを本当に安全な状態に守ってください。守らなくて将来はダメです。早く作ってください。守る責務は国にあると思いますよ。それで、今日文書による回答を私たちは求めていたんですが、まるでなくって、それで言葉でね、もうわーっと回答をいろんな各省からやられても皆さんメモもできなかったと思います。私も無理です。だからこれ全て文書による回答、今日口でなさったものも抜けているのもいっぱいあるので、文書による回答をお願いいたしますが、安倍さん代表してどうですか。ぜひそれはイエスと言ってください。正式な手続きを取っていただいてどうなりますか。この場でその回答しないといけませんか。この間この意見書を渡した時に文書による回答を求めておりますが、ちょっと今の私のところでは責任を持って回答できる立場ではないので、改めて事務所を通して要請をいただきます。安倍さん、分かりました。じゃあ事務所を通して出しますのでよろしくお願いします。はい、ちょっと時間が足りなくて、消化不良かとは思いますが、まあ、今日は午前中に閣議決定されまして、全く我々から見れば不十分な基本方針が決定されてしまったわけですけれども、被爆しているものは私たちであって、被害者も私たちであって、我々が声を上げていかない限りは何ら
改善はされないと思います。したがって基本方針ができたとはいえ、これに基づく施策があるという形で今ご説明ありましたけど、ほぼ今までの従前の施策をみんな持ってきていただいて大変ありがた迷惑だということでありますので、そういう意味ではきちんと法に基づく施策の強化、施策を作るということで、我々としても今後とも自治体議連は国会議連の皆さんとまた協力して各省庁にいろいろと要望をしていく覚悟でございます。どうか全国の自治体議連の議員の皆さん、そしてまた今日お集まりの市民の皆さんも一緒になってですね、より良い支援法の内実を、施策を作っていくために協力をお願いしたいと思います。最後になりましたけれども、省庁の皆さん、今日遅くまでありがとうございました。日本が本当に国際的に恥じない国になるように皆さん一つよろしく踏んで努力されることをご要望申し上げます。先ほどの文書回答も基本的によろしくお願いしたいと思います。以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。